どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。今回はレーサーを各編成の耐久枠として活用した時にどれだけ貢献できるかを紹介していきたいと思います。登場や損後のキャラが登場した時に一番気になるところとしては、どの編成でどこまで使用できるのかという部分ですよね。最適な編成を活用すればそれはそれでいいことなんですが、自分の好きなキャラや編成に合わせた時どうなるのかっても気になる部分かと思います。そこで今回は編成によってどういった活躍ができるのか、また相性の悪い点など簡単にまとめて紹介していきたいと思います。ただし今回の動画としてはオートでの適性を見てますので、手動の場合の結果が変わってきます。参考程度にしてもらえると嬉しいです。それでは早速解説していきたいと思います。それではまず一つ目、持続編成ですね。こちらに関しては頬の代用となります。すでに完成された編成ですが、レーサーがどれくらい使えるのか見ていきたいと思います。ポイントとしては3つです。まず1つ目、相乗効果があまりないというところですね。頬の代わりとして回復とデバフ解除っていうところは申し分ないところなんですが、撃破特攻のバフを受けたとしてもそこまで火力が上がるってことはなかったです。なのでちょっと惜しいなっていう感じですね。続いてのポイント2つ目、回復と耐久のバランスが微妙というところです。持続編成に関してですが、虚無キャラが多くいますので、キャラクターそれぞれの耐久力が低くなっています。特にブラックスワンを入れていた場合は、ブラックスワンは倒れやすいキャラとなってるんですよね。なので、長期戦になるほど結構自利品になりやすいっていうのがありました。もちろん、レーサーの速度とか上げてれば問題はないんですが、やはりスキルの発動とか必殺技の頻度によって回復が遅れるってことがありましたので、なかなか微妙なところだなと思ってます。オートで操作してる時にいつの間にか全滅してるってこともありましたので、このあたりは注意が必要なところかと思います。ポイント3つ目、代わりとしてはありっていうところです。先ほどの2つのポイントであまりいいところの紹介というのはありませんでしたが、ただ頬と比べた時に劣るっていうだけなので、代わりとしては十分ありかなっていうところです。回復とデバフ解除に関しては十分性能としてはいいところですからね、まあ、耐久枠としてはまず問題はないっていうところになります。それではレーサーを入れた持続編成についてですが、高難度についても使用感を話していきたいと思います。高難度のチャレンジに関してですが、クリア自体は問題がないかなっていうところです。ただし全体的にオートの適性が低めかなっていうところがありましたので、手動での操作の方が扱いやすくなる編成かなと思います。耐久値の問題がある以上、緊急回復をここぞという時に使いたいっていうのがありますので、なるべくレーサーでスキルを使って回復の調整をしたいっていうのがあるんですよね。これができるかどうかで生存率が大きく変わってたように感じます。あと、火力に関しては、頬の時より下がるのがちょっと残念っていうところですね。なので、頬に比べると火力面が下がるっていうデメリットがありますので、その分長期戦になって調整が必要になるっていうところでした。まあ、ただ使ってて弱いかって言われると弱いわけではないので、まあ普通程度っていうところで見てもらえるといいかと思います。続いては追加攻撃編成について話していきたいと思います。こちらはアベンチュリンの代用として話していきます。ポイントとしてはこちらも3つですね。まず1つ目、耐久の中では相性がいい方というふうになりました。まずアベンチュリンほどではないんですが、耐久枠としては追加攻撃と相性がいいっていうのがありますね。意外と封印1の追加攻撃の頻度が多いので相性がいいところかなと思います。またレーサーの場合はバリアがない分、味方の耐久力にある程度依存するところがありますので、味方の耐久力はある程度確保が必要になります。ただそれなりに育成してれば問題ないところはありますので、立て直し自体は十分にできるかなっていうところでした。いきなり全滅するみたいなことはなかったので全然問題がないのかなと思います。むしろアベンチリンの次に使いやすい編成だなと思いました。続いて2つ目、追加攻撃の頻度が高いっていうところです。フーヤンの攻撃に関してですが、追加攻撃であるは必殺技、スキルだけでなく緊急の攻撃も反映されるっていうのが特徴となります。なので意外と攻撃頻度としては高いっていうのがありますので、衣装とその他の追加攻撃キャラとも相性が良かったなっていうのがありますね。なんだかんだ回復の頻度が多いっていうのもありますので、相乗効果のある編成だなと思います。続いて3つ目、デバフ対策としてありっていうとこですね。フーヤンの行動力次第っていうのはあるんですが、デバフに対して付与されても対策ができるため立て直しがしやすいっていうのがあります。アベンチュリンの場合は効果抵抗が上がるようになっていますが、デバフを受けないっていうわけではないんですよね。なので万が一受けた時って耐性の立て直しが難しいんですが、その点はレーサーの方が扱いやすいかなっていうとこです。デバフの頻度が多い敵ほどこちらの編成の方が相性がいいのかなと思いました。
それでは高難度についても話していきたいと思います。こちらに関してはもともとレーサー以外が高難度の適性が高いっていうのがありますので、クリアはしやすかったなと思います。特にグラニアに関してはオートでも2ラウンドクリアができるため、特に問題はないっていうところでしたね。ただし注意もありまして、虚構女児に関してはジェードと組まない限りは難しいところとなってました。姉さんだけで複数体の対応力が上がるかと言われるとそういうわけではありませんので、編成自体はかなり大事なところかなと思います。ただ今回使ってる編成の中では一番扱いやすかったなと思う編成となりました。続いては読み編成について話していきたいと思います。こちらはアベンチュリーの代用として話していきます。それでは3つのポイントです。まず1つ目、代わりとしては問題なしっていうところですね。まあ、レイさんの回復頻度が高いっていうのはありますし、耐久面の確保としては特に問題なく使えるっていうところでした。あと相性がいいところで言うと、緊急回復で味方の生存維持がしやすいっていうところですね。その点があるので問題なく使用ができるっていう範囲でした。ただ耐久枠としてはいいんですが、次の注意点があります。それがポイント2つ目、残務獲得の貢献はなしっていうところですね。封印に関しては追加攻撃となってますが、デバフの付与自体はありません。燃焼とかそういった効果がないんですよね。そのため残務の獲得貢献ができないっていうデメリットがあります。これが結構ね、痛いところかなと思いますね。アベンチュリンと比べると貢献度としてはちょっと下がるところになるかなと思います。ただし条件付きではレーサーでも良くなるっていう部分があります。それはモチーフ公演水の所持によってです。モチーフ公演水にはデバフ付与ができるようになる効果がありますので、それを持ってるかどうかで貢献度が大きく変わるなと思ってます。続いてポイント3つ目です。残り2枠が重要になるってとこです。先ほどの残務獲得の影響が出るところとなります。これに関しては残務獲得の頻度が減るっていうのがありますので、残り2枠に関しては虚無キャラが必須になるところとなります。特に昇級がいるかどうかで残務の獲得の効率っていうのが大きく変わりますので、そのあたりは必須に近いなと思ってます。また耐久もそれなりに上げとかないと、サブアタッカーの虚無枠に関してはすぐ倒れてしまうってことがありますので、そういった点でも注意が必要かなと思います。それでは読み編成の高難度について話していきたいと思います。こちらに関してはアベンチュリンの代わりとしては回復面とデバフ解除に関しては非常に優れてるってところがあります。そのため危険な状態になっても立ち直しがしやすいっていうのが良かったですね。これが本当に楽な部分だったなと思います。ただ読みと合わせるとなった場合は残務獲得に一切貢献ができないというところがありますので、モチーフ公演水の所持によって扱いやすさが変わるように感じました。このモチーフの有無によって読みの編成は扱いやすさが変わるのかなと思いますね。続いては陰月の編成について話していきたいと思います。羅刹の代用として話していきます。それではポイントを3つ話していきたいと思います。まず1つ目、上位互換として使えるというところです。レーサーを使ってみて思ったんですが、意外と回復頻度が高いんですよね。ただ封印に左右されるというところもありますが、気になるところはそこまでなかったです。また回復の回数やデバフ解除のことを考えると、扱いやすさは羅刹より個人的には上だなと思ってます。回復の頻度などによっては SP 自体も管理しやすいので、替えとしては十分かなと思います。花火もいるので、そういった点では困ることはあまりなかったなと思いますね。続いて2つ目、炎の人生削り要因として優秀というところです。こちらの陰月の編成に関してはメンバーを変えるっていうのが結構難しいんですよね。変えるとなった場合は耐久枠を変えるしかないので、どうしても虚数一択の戦闘の仕方になってたんですよね。なんですがレーザーの登場により炎弱点が付与されている敵であれば全体を通して削ることが可能となりますので、羅刹の入れ替え候補として使う分には戦いやすくて良かったなと思います。弱点の対応の範囲が広くなるっていう意味では互換性はあるキャラだなと思いますね。それではポイント3つ目です。ポイント3つ目に関しては相乗効果はないっていうところですね。これは羅刹も言えるところかなと思います。まずレーサーと羅刹に関しては火力アップなど頬のような恩恵はありません。なので回復のみのサポートっていうところで羅刹の代用として見ると、レーサーでも十分こと足りるのかなと思ってます。ただ頬と比べた場合はどうしても劣る部分かなと思いますので、相乗効果がないっていうのはある意味惜しいところかなと思いますね。それでは陰月編成の高難易度について話していきたいと思います。羅刹よりもレイさんの方が回復頻度やデバフ解除の対策がしやすいっていうのはあります。なので替えとしては十分に力を発揮できる分野かなと思いますね。
ただし、頬も陰月と相性がいいので、頬の代替えとして考えた場合は、バフや EP 回復がないっていうのがありますので、劇的な変化が起きるかと言われると、そうでもないっていうのがあります。高難度は問題なくクリアはできるんだけど、ターンやラウンドの効率まで良くなるかって言われるとそれまではないので、あくまで替えの候補っていうところになったなと思いますね。ちなみに軽流とかもいますが、軽流とかに関しても頬の方がやはりいいなっていうところです。仮説の代わりという感じになりますね。続いては運技の編成について話していきたいと思います。こちらは頬の代用として話していきます。ポイントは3つ。まず1つ目、回復枠としては優秀というところです。この編成に関しては、そもそも追加攻撃による相乗効果がそこまでないため、運理をサポートするにはそこまで大きな影響はないっていうところでした。しっかり回復できるので、耐久面も申し分ないなっていうところですね。そもそも運理が頑張る編成なので、そこまで影響がないっていうところになります。ただし、ポイント2つ目が重要です。EP 効率がちょっと下がるっていうところですね。頬に関しては、攻撃力バフはもちろんですが、EP 回復っていうのも結構重宝します。ただこれは単体ではなく全員が回復できるっていう効果があるのでめちゃくちゃ強いんですよね。なので運理自体の必殺技の効率が下がるっていう要因になりますので、運理の被弾回数に左右されるようになります。どれぐらい攻撃を受けるかによって必殺技の発動であったりカウンターの頻度っていうのは大きく変わりますので、このあたりはちょっと難しいところかなと思いますね。耐久面は維持できるんだけど効率は下がるっていうような感じになります。続いてポイント3つ目です。火力がちょっと下がるというところです。今回の編成に関しては花火とロビンがいるので十分な火力となってるんですが、やはり頬のバフで攻撃力が上がるっていうのは魅力的なところかと思います。ですがレーサーを入れ替えることによって攻撃バフが一つ単純に減りますので、火力はどうしても下がってしまうってところがありますね。ただめちゃくちゃ下がるかって言われるとそういうわけではないので、頬には劣るけど十分な耐久枠を維持しつつ火力も出せるような編成となってます。頬がいないなら全然ありな編成だと思います。それでは運理編成の高難度について話していきたいと思います。運理に関しては元々の火力が高いっていうこともあり、高難度自体はクリア可能で扱いやすい編成だったなと思います。ただしいざって時の火力がロビン依存になってしまうので、ロビンの必殺技など火力が採用されるようになっていたかなと思いますね。そのため火力が落ちるってことは起きますが、じゃあ高難度の影響はどうなのかっていうところになるんですが、そこまで変わらないっていうのがありましたね。まあ微妙なラインってとこです。もともと敵の耐久は高いので、まあ 1,2 ターンとかラウンドが増えるっていうのはありますが、クリアできないまであるかって言われるとそうではないです。まあ裏庭なら普通にクリアができたので十分な性能が出せる編成かと思います。それでは最後、各編成についてまとめて話していきたいと思います。まず持続編成からです。こちらに関しては手動なら扱いやすいというところになります。持続編成に関してはオートだとどうしてもスキルのタイミングが悪い時っていうのがあるんですよね。そうなった場合耐久と回復のバランスが崩れやすくなりますので、かなり注意が必要かなと思いました。どうしてもオートだとクリアしづらいっていうのがありましたね。続いて追加攻撃編成です。追加攻撃編成とは相性がいいというところですね。これに関しては使っていて撃破編成の次に相性が良かった編成かなと思ってます。使い勝手が本当に良かったですね。しかも封印案が攻撃すればするほど追加攻撃として相性がいいため、スキルをガンガン使っていけるっていうのもいいところでしたね。チーム全体として相性がいいところかなと思います。続いて読み編成です。こちらに関してはモチーフで大きく変わるっていうところでした。まあ、回復面に関しては全然申し分ない程度というところなんですけど、やはり残務獲得ができないっていうのが難点ですね。ただモチーフでデバフ付与が可能になりますので、そういったところで適性が大きく変わるキャラかなと思いました。普通に使う分には申し分ないなっていうところですが、さらに効率を上げるならっていうところですね。条件がつく感じになります。続いて陰月編成です。頬に劣るが羅刹より上というところでした。これに関してはレーサーがどのアタッカーでも使えるバフを持っていないというのが理由ですね。なのでどうしても頬には劣る部分となります。ただ回復面に関しては全て全体、あとは追加で発動できる緊急時も発動ができるというのがありますので、羅刹よりも扱いやすい部類かなと思います。全体に対して対応できるというのはかなり強いですからね。続いては運理の編成です。こちらに関しては耐久枠としては問題なしというところです。こちらも頬を入れる編成となってますが、やはり頬と比べると劣るっていうのがありますね。EP 回復と攻撃バフはやっぱ強力でした。
ただし運気自体がある程度火力が出せるってところもあるため、耐久面を上げるには非常に相性がいいところかなと思います。なので運気に関してもポポがいなければ入れるのはありっていうところですね。今回紹介した編成としてはこの5つとなります。それではその他の編成についても話していきたいと思うんですけど、まあ全体的な話で言うと基本どの編成でもありかなっていうところになります。まずレイさんの特徴として回復とデバフ解除がもともと優れているキャラなんですよね。やっぱ全体に対して使えるっていうのが非常に強いですし、万が一全員行動制限デバフを食らったとしても召喚物として動く風イワンが回復ができるようになってますので、緊急回避っていうのができるんですよね。まあそこを考えると耐久枠不足ならどの編成でもいけるっていうところがありますので、まあどこに入れてもそれなりには活躍できるかなと思います。ただある程度編成に関しては完成されたところが出てきてますので、最適よりも劣るっていう認識でいいのかなと思います。特にポポがいるところに関してはどうしても替えとしては難しいなっていうところになりましたね。ただアベンチュリンの代わりとしては非常に役に立つところが多かったので、アベンチュリンとうまく比較するといいのかなと思います。ということでご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。